姉妹の稽古風景。上演時には横板に3から4名の自由体が座って伴奏を歌う。姉妹とは、脳の一部を面、装束をつけず、文服、袴のまま袖で舞うこと。脳における略式上演形態の一種。講義にはいわゆる姉妹と舞林を含めたものを指すが、自由体と林と共に舞う、舞林とは異なり、一般的には林を伴わず、舞ごと、 働けことなどの部分を略した短い住まいをしまいという。舞林が一曲の内しての舞が関わる部分の大半を上演するのに対して、しまいにおいては、歌いのある指定の舞を抜き出したもので、場合によっては一曲の脳から数番のしまいが、形出されていることもある。大抵は癖およびこれに準ずる、もの、霧、弾物などで、型は脳のそれを基本とするが、 四曲部分や終曲部分は収まりの良いように姉妹独自の型が付され、その他の部分でも当てぶり的な要素の強い型はこれを改めて全体的に象徴性をより高くする方向で型付きが行われている。伴奏は渋滞のみによって行われ、小束、面は用いず、紋付袴か上下などで演ずる。演者は本来の指定に関わらず最初の一句を座ったまま歌い、 次に立ち上ってまい、最後に打ち込みと呼ばれる肩を行って座って一曲を終える。歌いはほとんどを自由体がとるが、中には演者との掛け合いになっているものもある。上演にあたっての時間は極めて短く、平均で十分程度、長くても二十分ほどのものである。主としてして肩が一人で行うが、中には小袖、蘇我や二人静かのように、 両字手的な今井のもの、竜子、シャリのようにしてと連れが異なった舞を一つの舞台で見せるものがあり、このような場合には演者が二人となる。また、長領、羅生門のように湧き方の姉妹もあり、狂言型においても、9枚として姉妹に似た上演形態がある。姉妹は鑑賞用としても上演されているが、脳を演ずるための稽古の段階としても利用されている。 姉妹の基本はすり足であるが、足裏を舞台面につけて、かかとを上げることなく、滑るように歩む、独特の運歩法で、これを円滑に行うためには膝を曲げ腰を入れて、重心を落とした体勢を取る必要がある。すなわち、これが、構えである。また能は、歌舞伎や、そこから発生した日本舞踏が、横長の舞台において、正面の客に向かって、 舞踏を見せることを前提とするのに対して、正方形の舞台の上で三方からの観客を意識しながら円を描くようにして動く点にも特徴がある。能舞台は音がよく反響するように作られており、演者が足で舞台を踏むことも重要な表現要素である。以下に主な姉妹の方の例を示す。これら主寿の方の連続によって姉妹が構成される。 柳田国夫の論を受けた渡辺保元によれば、踊りが飛躍や跳躍を含む語であるのに対し、舞は回るつまり縁運動を意味する語である。脳の舞の特徴は極端なすり足と独特の体の構え、そして縁運動である。脳の舞は極めて性的であるという印象が一般的だが、除波球と呼ばれる環境があり、運びにおいてもゆっくりと動き出して、 徐々にテンポを速くし、ピタッと止まるように演じられる。稀に激しい曲ではアクロバテックな演技もある。しかし止まっている場合でもじっと休んでいるわけでなく、いろいろな力が釣り合ったために静止しているだけに過ぎず、体に極度の緊張を強いることで、内面から湧き上がる迫力や気合を表出させようとする特色も持っている。ありがとうございます。